おはようございます、モスマンです。じゃあオールカマーから見ていきましょうよ。マリリンね、まマリリンが頑張ってくれればよしです。あとキングオブコージーね、彼や僕すごいお気に入りだから。音量を下げます。細かい雨は止みました。あーちょっと降ってたんだ。あーしまりに出たね。ただ内輪はどうなんでしょうね。よしよしよし、いい感じです。グロリーベイズは鉄さんかな。レイパバレちょっと行きたがってるように見えますけど、僕にははっきり言って。グロリーベイズ姉妹が2番手か、ここが怖いよ。マリリンとパパレが並走っすね。うわーこれドキドキしてきた。どうなんだこれ、レイパパレとマリリンが並走、グロリーベイズがかなり後ろだな。コージの方がいい位置じゃないか。じゃあコージ勝ったら勝った、それもそれだな。あーこのコーナリングだな。ハーダクシュー開けてはくれんだろうな、これな。開けてくんないだろうね、これ。横山武史騎手どうさばくかだよこれ。いやー来たか。いやーこれじっとして開くかこれ。いや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 後ろ、あー後手踏んだか。あーちょっと俺のプランと違う。開けてはくれん、開けてくれないよ。いけ突っ込め、あーダメだ、あー開けてくれないよ。川崎氏開けてくれないよ。マリリン、もう一回来た、もう一回来た、おっしゃーイエーイ、こじ開けたぜ。見たか川崎氏、閉じ込め作戦効かねえぞ。いやーこれはしびれる、マジで。いやーもうやられたと思った。川田騎士は絶対開けてくんないから、もうあの位置取りじゃもう無理だと思ったよ。だがしかし馬が成長している、コブも取れたし。いやー朝起きて5分しか経ってないけど一気にね血圧上がったよ。いやー血が沸騰したよ。しかもウィンキートスが2着、これはウィンの方、これはもうおめでとう以外なんでもない。すごいね、ウィンがちょっと本気出したな。ちょっと一旦落ち着きたいんでコーヒーおかわりしていいですか。はい、コーヒーおかわりしつつですね、ちょっと冷静になって、まずはマリリンの完勝、体重プラス14キロでございますが、動けたっすね。一旦ね、やっぱり川崎氏超一流なんで開けてくんないですよね。でもね、あれでいいですよ。あんなんでうちガバガバに開けるようなジョッキーがねトップですなんて、俺それ嫌だから、恥ずかしくて。やっぱトップオブトップはイン締めてくる、バン、開けてはくんないですよ。で開かないところでさ、あっこから来るからね。横山武史騎手、今回はちょっと馬に助けられた気はしましたね。まさかグローリーベイズのデムルク氏が外からこうさらにかぶせてきて、ああなったら実力馬が2頭蓋してきたら完全にアウトですけど、馬が強かったっすね。まさかっす、本当に俺やられたと思った、はっきり言って。ああ強かった、これ天皇賞秋行きませんか。いやー秋でこそ見たいよ、エリザベス女王杯じゃなくてと思う。だって見てほら、グロリーベイズはまくってきたとはいえね、マリリンの方が上がりは早いよ。つまりさ、2200m
だからとかさ24じゃないととかじゃなくてさ 2000m でももっと言ったら16の安田記念でもこの馬は速いんでやれるはずです。そしてウィンキートス、やれ暴れたなこれすごいっすね。あ、ウィンキートスはだからエリザベス女王杯いいんじゃないでしょうかね。勝手なこと言ってますけど、まあ僕はマリンの方が強いとか思ってるからね。でグロリーベイズ、さすが古豪っすね。そしてデムーロ騎手ね、やっぱこういう大胆な騎乗、僕やっぱね彼の持ち味だと思っていて、あのグロリーベイズちょっとねその見方によっちゃ乱暴な乗り方だとか思ったかもだけど、一回もうギアをさシフトガッと2速1速あもう5速6速まで入れたら一気にいけるんで、そうあっこでんーなじわっと乗るよりはもう一気に6速までバーンでギア上げて一気に外から吹かした方が、あの中山のこのコースやっぱいいんでしょうね。有馬記念も大外まくり一気の馬が来たりするじゃないですか。中山はこの乗り方この競馬が合うと思うんで、そして馬の性格にももしかしたら合ってるのかもしれないですよね。こうグロリーベイズはすげえいい競馬しましたね、負けたけど。さすが G1 馬、さすがバラモス。レイパバルに関しては分かんない、ちょっとかかってた、もう1コーナーでちょっと口割ってたしね。川田記者がどういうコメントするかはちょっと分かんないですけども、いやーレイパパらなかったね今回ね。レイパパル、レイパパレー、レイパパレバ、レイパパレーよ、レイパパレー5段、レイパパレー5段活用、今日はレイパパらない、はい、レイパパらなかったですね今日ね。キングオブコージーはね、次、うん、今回あの正直そんなに悪い競馬だったとは思わないですね。いやーちょっと興奮したね、うん、いやー興奮したよこれで。フサイスペガサス、母父の馬がね日本で暴れてくれるとはね、めっちゃ嬉しいですね。はい、最後にこれね、神戸新聞杯行く前に最後にね、マリリンの秋の展望ですけど、やっぱりねもう一回言います、天皇賞秋で見たいっすね。ボバー相手にもグローリーベイズにね結局本番と同じ2キロ差で、しっかりと先着できてるわけだし、天皇賞秋に行っても上位争いをする資格があると僕は強く思いますので、まあエリザベス女王杯行ったからがっかりとは言わないですけども、やっぱりね常に、ボバ混合戦でのまあレースをね、強いられてきたというかね、そういう風なチャレンジングなオペレーションじゃないですかね。こうチームウィンマリリンっていうのはすごいチャレンジングですよね。なのでボバ混合戦の天皇賞秋行ってくれたらそれはそれで面白いなって思う次第ですね。そしてキートスはね、これはゴールドシップやっぱり成長力あるんですね、成長力があるんだよ本当に。これしっかり目黒記念から今回も2着来て、これはもう本物ね、本当そう思う。レイパーパールはね、これ以上距離伸ばしたら多分このままちょっと気象的に、制御難しいんじゃないかなっていう印象なんですよね。だから逆に天皇賞秋の方がこの馬なんか1ハロンが短くなる方がペース流れる方がいいのかもしれないなとか思いつつ、なんか実力で負けたというよりはやっぱり折り合いの難しさみたいなのを最初の1コーナーから2コーナーの入りで見せていたんだね。か、まあ、ハルククで逃げるかね。レイパバレーはこの馬も僕、まあ、単なるそのディープインパクトにね、それ母父黒船でねっていう、単なるそういう馬ではなくて、この馬はやっぱり母系にですね、ドラマチックな日本ダービー馬を抱えていますので、つまりオイスターチケットの父は日本ダービー馬のウィニングチケットなんでね、やっぱり、まあ、ブライアン世代の自分としてはね、ビワ、大臣、チケット、この3強ももろに世代なんで、ウィニングチケットの血が入っている一流馬なんて正直もうもはやこの馬しかいないから、そうウィニングの血が入ってるんだと思うとね、やっぱりちょっと気になる存在ではあるよね。レイパパッと欲しいね、次走はねっていう感じですね。まあマリリンと勝ち合ったからにはやらせねえぞっていうスタンスは常に変わんないですけどね。では次神戸新聞杯見ていきたいと思います。よろしかったら引き続き、お付き合いください、よろしくお願いします。一旦切ります。